次の人準備してて。18。よっしゃ、あくみさん。日差しが照りつける中、名古屋の都心部にある東桜小学校では、今日2年生46人の体力測定が行われました。よい、ドン。芝生の運動場や直線のトラックでボール投げや50メートル走などをおよそ1時間。まだみんな暑さに慣れていないと思うので、待ってる間は必ず日陰の中に入っていなさい。はい、じゃあ赤組後ろ下がってちょっとお茶飲んでなさい。子どもたちを熱中症から守るため、およそ15分に1回水分補給の時間を設け、木陰で休憩させるなどしました。学校によりますと、この時期はまだ体が暑さに慣れておらず、毎年運動後に頭痛などの体調不良を訴える子どもがいるということです。いつこう水分を取っていいかとかが分からなかったり、自分でこうタイミングを測って飲めなかったりもするので、教員の方からこまめに水分取っていいよということで声をかけるように、天気予報をやっぱりこまめに見て、保健室の先生だとかと情報を共有して